前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。勝利には優秀な参謀が必要だ。そしてこの俺にも今まで有能なナンバー2がいなかったことが我が校の停滞の理由でもある。それは今まで俺の目にかなう奴がいなかったからとも言える。だが俺はようやくそのナンバー2としてふさわしい男を見つけた。山口が認めたからにはただもんじゃねえってことだろうな。一体どんな奴なんだ。まあ慌てるな。実は今そいつを呼んである。入れ。はじめまして、中尾明です。ミク君です。みんなよろしくな。こいつが今日からナンバー2だ。というわけでよろしく頼むぜ。お前らなんか一発でやしてやる。失礼なこと言うなよ。うっしーバカ。もう少し間を大切にした方がいいな。おい、ちょっと待てよ。俺たちは福祉術師なんか呼んじゃいねえんだよ。石川の顎外れてるぞ。福祉術師とか言うんじゃねえよ。なんでてめえはそういう夢を壊すようなこと言うんだ。こら。例えばアメリカ人は手品を見て種があると分かっていても純粋にエンターテイメントとして楽しんでくれる。だが日本人ときたらすぐ種や仕掛けを暴こうとしやがる。これはプロレスにも言えることだ。たとえやらせたとしても純粋にエンターテイメントとして楽しむ心を持て。エンターテイメント？俺らに何を求めてんだよ。なあ山口、冷やかしや煽りじゃねえんだけど一つだけ聞きてえことがあるんだ。いいかな。おう、言ってみろ。どっちがナンバー2なんだ。なるほど、それはさすがの俺も気づかなかった。じゃあ聞いてみよう、どっちがナンバー2なんだ。別にそいつに聞かなくてもいいだろう。ミック君、俺ら長いこと一緒に来たけどどっちか一人しかナンバー2になれないらしいよ。うし、俺がナンバー2に決まってる。お前態度悪くなったな。じゃあこうしたらどうだ。一人がナンバーでもう一人が2、二人合わせてナンバー2。な、それいただき。ちょっと古いネタではあるがな。じゃあ俺はどうしたらいいんだ。な、トリオだったのか。お前は引っ込んでろ。東京コミックショーを思い出す。山口、ちょっといいかな。どうでもいいけどよ、ナンバー2ってからにはそれ相応の力を持っているんだろうな。でなきゃ俺らは認めねえぜ。おめえらまだこいつの力を知らねえようだな。こいつは単なる色物野郎じゃねえんだぜ。目に物見してやれ。よし、人形取ったぞ。やはりただもんじゃねえのか。俺、声が遅れて来るよ。どうだ、衛星中継みたいだろうが。え、どっかで見たことあるぞこれ。少なくとも喧嘩には何の役にも立たねえ。とにかく今日からこいつがナンバー2だ。
こいつの言っている言葉は俺の言葉だと思え。だからどっちのだよ。ああ、もう何が何だか分かんなくなってきた。もう面倒だ。どっちでもいいからかかってこい。ということはこいつがナンバー2だ。おお、任せろよ。本気らしいな。俺の名は竹之内豊。喧嘩には滅法強く、クロマティ一年の裏番として仕切らせてもらっている。だが唯一の弱点は車酔いしやすくて、乗り物は大の苦手であることだ。実はこう見えても俺は頭もいい。中学時代は勉強しなくても偏差値60は軽く超えていた。その俺がなぜクロマティ高校みたいなバカ学校に入学したかというと、それはクロマティ高校が自宅から一番近いからだ。乗り物酔いにとってはこのポイントはでかい。だが近いといっても歩いて15分はかかる。毎日これを続けるのはとてもかったるい。かといって俺がチャリに乗る姿は様にならねえ。最初はバスを見ただけでビビってたが、たった2駅ぐらいなら我慢できると思う。それにここなら目障りのあいつもいねえし。あれ、竹之内くん。嘘。てめえどうしてバスに乗ってる。理由を言え、理由を。いや、理由って言われても。てめえじゃあ学校から遠いのか。いてるこの野郎。僕の家から学校までは歩いて10分、チャリなら3分ぐらいです。俺ん家より近いじゃねえか。なんでバス乗ってんだよ。実は僕、乗り物が大好きなんです。今日集まってもらったのは他でもない、今後のデスコーの方向性についてだが、最近デスコー内ではもっと積極的に他校を攻めていくべきだという声が多い。だがこれはとても重要な問題であって、俺一人の一存では決めかねる。そこで民主的に多数決で決めたいと思ってな。じゃあ俺の意見を言おう。普段あまり真面目なことを言わないけど、ここはちゃんと意見を言わしてもらうぜ。今は各校の勢力図が大きく変動していてとても不安定だ。そういう時期にあまり強引に行くのは得策ではないと思う。というわけで俺は反対に一票を投じる。そうか、よくわかった。何か他の意見はあるか。俺は賛成だ。俺も賛成。よし、じゃあ2対1で賛成ということ。ちょっと待てよ。なんだ、反論があるのか。いや、その、まさかお前、これは腹話術で片方は人形だろうとか言う気じゃねえよな。じゃあもしお前がテレビドラマ見てて、西田敏行が池中玄太の役をやっていたら、こいつは池中玄太じゃなくて西田敏行だぞとわめき散らすのか。いや、そんなことはしねえよ。なんかわかりにくい例えだけど。そうか、成長したな。じゃあどういう反論なんだ。いや、こいつの髪型が気になった。何？そういえば俺も気になっていた。何？メモか。お互い言いたいことは徹底的に言い合った方がいい。それが民主的な議論というものだ。望むところだ。罵り合いなら負けねえぜ。何を。盛り上がってきたぜ。もういい。どうした、石川、お前も議論に参加しろ。うるせえ、俺はもう帰るよ。チキシャ、あいつばっかり引きしやがって。何かって、いや、いつも俺ばっか殴られるし、しかも理由がわからねえ。まあ俺のギャグのセンスと山口のセンスとは合わないことは薄々感づいていたけどよ。俺は今まで一人気ままに生きてきた。だが他人に合わせる協調性が不良にも必要なのかもしれねえな。やっぱ腹話術やるしかねえのかな。やりたいの？誰だお前は。僕はポール君です。僕のご主人を紹介しますよ。ご主人。はじめまして、神山と申します。僕ポール君、よろしくね。あれ、声が遅れてきますよ。その技、なぜお前がそれを。あいつだけの技じゃなかったのか。何ブツブツ言ってんだよ。俺を弟子にしてください。いいでしょう。では早速買いに行きましょう。え、何を。おー
じめまして、僕、デビッド君です。俺の新しい相棒だ。よろしくな。シンク状態、よろしく、安心、なつな。見直したぜ、石川よ。やっと分かってくれたのか、山口。15万はたいた甲斐があったぜ。ああ、俺の負けだよ。俺が欲しかったのはお前のその気合だ。こりゃ軍団の序列を考え直さなければなるまい。それじゃあよく聞け、お前らに発表がある。今日から彼が新たなるナンバー2だ。よろしくな。お前とは馬が合いそうだぜ。あれいくらしたと思ってんだよ。戦略お袋様、先駆けクロマティ高校、いっそ次回のお話をしますと言ってしまえたらどんなに楽なんじゃないかと思い始めています。よし、頑張るぞ。このまま肉くんです。ソルト君だよ。4人揃って人形トリオ